韓国から指名手配されてます葛飾区議会議員の鈴木信之です。あのブログでもね再三書いてるんですけれども、4月から緊急事態宣言があってね、最初の前半の、2週間ぐらい、統計データ取られてます。まあその後も5月も全部取ってるんですけど、主に代表的なね数字で言うと、中国人が入国して295人、そのうち特段の事情で入国したのが254人。これ米国と比べるとね、入国した1399人中、乗員ね飛行機の添乗員が1342人な。これね、中国人でいうと41人ですよ、飛行機の添乗員で。これね入管に対してもね、私鈴木は問いただしました。そしたら、航空機の添乗員ですよって、バカなこと言ってんじゃないよ航空機の添乗員なんか41、この2週間に41人しかいないじゃないか。みんなね慌てて日本に帰ってきた人たちですよ。でもねこれ日本国民であればね、この人たち感染してた人多いんだけれども、これしょうがない。特段の事情は何かというと、日本人の配偶者または、永住者として、日本にいるけれども、春節で帰ってね、それで宣言前に帰ってこなかった人たち、それが続々と4月5月と帰ってきたわけですよ。で、ね、こういうことに対してね、外国で生活するっていうのはリスクがあるんですよ。こんな感染症だとかね、戦争になったらね、国境は封鎖するんで、日本政府は封鎖ができないような 法律になってるから、これは改正しなきゃいけないし、憲法も改正しなきゃいけない、ちゃんと国境線を守る、外国人をシャットアウトするときはシャットアウトする、当たり前です。これができないようだったら国民の健康どころか国民の財産も生命も守れないということなんで、日本政府はしっかりとね、改めてもらわなければなりません。